シード、シード、いないの？勝手に入るわよ。まったく、最近出かける約束したの忘れてるのかしら。あの時ははいはいって返事してたのに。まさか私のことを意図的に避けてるんじゃ。あ、いやいや、私の可愛い弟に限ってそんなことないか。隠れてもダメよ。お姉ちゃんにはお見通しなんだから。クローゼットの中かしら。あ、違った。部屋の中と見せかけてベランダ。いない。もしかして天井に張り付いてたりして。いや、さすがにないか。こうなったら隅々まで全部調べちゃうからね。ベッドの下から変なものとか出てきても知らないんだから。もうすぐでポチの学生寮ね。どうせポチのことだから夏休み家でゴロゴロしてるだけでしょ。そうだろうと思って、この私がわざわざ誘いに来てあげたわ。本当にポチは幸せ者ね。寮の場所は王族権限でこっそり調べちゃったんだけど、まあ悪いことに使うわけじゃないんだから別にいいわよね。さーて、確かこの辺りの寮のはず。どこなのよもう。ん、なんだか騒がしいわね。これはポチの寮から。シード、怒らないから出てきなさい。あ、ん、入り口から来い。シード、そこにいたのね。ごきげんよう。アレクシア王女、何か用かしら。別に用があって来たわけじゃありませんよ。ほら、たまたま近くで大きな声がしたのでちょっと確認しに来ただけです。ふん、じゃあ様子が分かったならもう用はないでしょ。さっさと去りなさいよ。そうはいきません。私はポチ、シド影の君に用があって来たんですから。へえ、シドの部屋の場所まで知ってるなんて、ずいぶんと仲が良かったのかしら。それはその、いろいろ事情があって。ですが寮に足を運んだのは今回が初めてです。別に何でもいいわ。で、今度は何を企んでるんだか。別に悪意があって来たわけではありません。ただ遊びに誘おうと思って来ただけです。同級生なら普通のことだと思いますが。は？シドをデートに誘うつもりですって？デート？そこまで言ってません。ふーん、わざわざ寮までやってきて怪しいものね。今さらシドに興味がないとでも言うのかしら。それはシド影の君はなかなか居場所がつかめない時があるし仕方ないじゃないですか。あら、うちのシドに避けられちゃってるのね。かわいそうね。それはクレアさんだって同じ状況だと思いますが。今はかくれんぼしてるところなの。私は避けられてなんてないわ。じゃあ私だって避けられてません。私は鬼ごっこを。とにかく
一度影野くんはいないみたいですね。あの子ったらいつもどっか行っちゃうんだから。こうなったらあの子の行きそうな場所全部探して何が何でも約束守ってもらうわ。そんな非効率的な。私は私で探しに行くとします。ではお先に失礼しますね。あれ、扉の後ろに紙が落ちて。見せなさい。ちょっとこれは三つ星商会からシダにプライベートビーチへの招待状。何かで当選したのかしら。あいつ、お姉ちゃんを置いて一人でリゾートに遊びに行くなんて許せない。地の果てまで追いかけてやるんだから待ってなさいよシド。ああ、ちょっと待ってください。私も行きます。すごい綺麗な場所じゃない。さすが三つ星商会ね。確かに素敵なところですね。今度姉様とも一緒に来たいくらいです。なーにしれっとついてきてるのよ。たまたま目的が一緒だっただけです。それに手紙を先に見つけたのは私じゃないですか。そんなの関係ないわ。まあこんなに広々とした場所を一人で探すなんて無茶ですし、ここは一つ協力しましょうよ。このくらいどうってことないけど。仕方ないわね。探すのを手伝わせてあげる。ただし捕まえたら必ず私に引き渡すこと。いいわね。はいはい、わかりましたよ。自己中なところもそっくり。何か言ったかしら。いいえ、何も。そういえば水着の準備の時は助かったわ。シドを見つけた後、海で遊べないなんて悲しいものね。こんなこともあろうかと何着かストックしてあるんです。1回しか着ないものもありますので、気に入ったなら差し上げますよ。こんな可愛い水着を使い切り、これが王族の価値か。いらないなら返してもらいますけど。この水着かわいいし、多分高いものだし、せっかくだからいただくわ。案外素直なんですね。現金なところもあいつとそっくりね。シドとそっくり。そうですね。自己中なところとか、お金が絡むと弱いところとか。そうよね、やっぱりシドは私にそっくりよね。あなた、たまにはいいこと言うじゃない。別に褒めたつもりはなかったんですが。さあ、一緒にシドを探しましょう。あの子のことだから、もしかしたら私を誘うために下見をしているだけかもしれないし。どうかしらね。それでどうやって探すつもりですか。そうね、二手に分かれましょうか。え、何か問題でも。クレアさんのことだから私を監視。いえ、そばに置いて行動するつもりだと思っていました。今はシドを一刻も早く見つけたいの。ここにいるかどうかもわからない状況だし、もちろん見つけたらすぐ私のところへ連れてくること。そういう約束だもの。王女様が約束を破ったりしないわよね。わかりました。ああ、今日も満喫した。食事は新鮮で美味しいし、浜辺でトレーニングし放題。こんなに長く海にいていいなんて、ガンマたちには感謝してもしきれないや。それにしても、ベータとイプシロンはビーチフラッグスすごい上達してたな。あの後みんなともやってたけど、スピードとパワー自慢のデルタにも勝負に勝ってたし、
努力で圧倒している感じがすごく良かった。でもアルファとゼータはすぐに慣れちゃって二人の実力にあっさり追いついてきていたりして、才能ってやつは残酷だ。あれにはベータたちもさすがに悔しそうだったな。天才型のやつらには空気を読むことも教えておくべきか。アルファたちは忙しくてまたいなくなっちゃったけど、僕は好きなだけいていいって言うし、帰り時を見失っちゃいそうだ。ま、もう少しだけ遊んでからでも。すみません、大丈夫ですか？あ、いえ、こちらこそよそ見して。あ、お、おけがはないようですね。では僕はこれで。ちょっと知らないふりするんじゃないわよ。人違いです。手足早っ。ちょっと待ちなさい。なんでここにアレクシアが。ここは三つ星のプライベートビーチのはずだけど、もしかして僕以外にも招待客が。でも今回は僕のためにって言ってたし、何かのトラブルかもしれない。とりあえず昨日までの気楽なバカンスとはいかなくなっちゃったみたいだし、これからどうしようかな。部屋の中に隠れられでもしたら絶対に見つからないわ。どうしたものか。さーて、今日も一泳ぎしようかしら。え？夏目？ん？夏目って…うわあ！昭和ル王女じゃなかった。アレクシア王女、どうしてここに？それはこっちのセリフよ。どうしてあなたがここにいるの？私は三つ星商会からの特別招待を受けてここにいるんです。オープン前の招待者限定って感じで。それでアレクシア王女はなぜここに？私も同じ理由よ。実は三つ星商会から招待状をもらったの。そんな嘘を。別にあなたは三つ星商会の関係者でもないのに、それを証明する方法があるのかしら。あなたが特別扱いされていたり、三つ星商会が顧客の個人情報を流すような粗末な場所っていうなら話は別だけど。それはって、こんなところで油売ってる場合じゃないのに。早くクレアさんにも報告しないと。え？クレア様と一緒に来ているの？もしかして本当に招待されている可能性もあるってこと？何にせよ追い返した後で問題になってはまずいわ。ここは状況の整理ができるまで慎重に行動しないと。それじゃあお互い招待客として仲良くしましょう。ごきげんよう。待ってください。行ってしまいました。とりあえず緊急事態ですね。主様とイプシロンに伝えないと。これ以上逃げ回るのは難しいな。諦めて寮に帰るしかないか。しかし三つ星商会のプライベートビーチに押し入るとかどうかしてるよ、まったく。それとも偶然たどり着いたのがここだったとか。そんなことあるかな。やっと見つけた。ああ、確かに人を探してたらここにたどり着いた可能性もあるか。ん？見つけた。ええー、ね、姉さん
しまった。アレクシアがいた時点で他にも誰か来てる可能性を考えておくべきだった。やっと見つけたわよ。お姉ちゃんを置いてずいぶん楽しそうじゃない。私との約束忘れちゃったのかしら。まずい、本当に何も覚えてない。きっと適当に返事していた何かの約束のことを言ってるんだ。もちろん覚えてるよ。プレゼントをあげるって話だよね。プレゼントは欲しいけど違う。あれ、たくさん約束があってわかんないな。あ、美味しいものをご馳走する話だっけ。それも嬉しいけど違う。あんた絶対覚えてないわね。待って、思い出すから待って。このままじゃ完全に姉さんのペースだ。一体どうすれば。こうなったら最終手段だ。今日という今日は絶対に許さない。いい加減にしてよ。何よ、急に強気になって。僕だってもう大人なんだ。いつまでも姉さんと遊んでばかりの子供じゃない。シド、家族との遊びはもう卒業したい。友達と遊んだり一人で遊ぶ方が楽しいんだからね。昔はあんなに楽しそうだったじゃない。急にどうしちゃったの。だから言ったでしょ、僕だってもう大人なんだ。これ以上言ったら姉さんのこと。ちょっとやめて、それ以上言わないで。シド、お姉ちゃんを嫌い。おお、聞いてるみたいだ。これぞモブ式奥義、ヤングスリベリオン。まさかこの手を使うことになるとはな。嫌いに そんな。じゃあ僕は行くよ。ついてこないでね。あと部屋に入るときはノックしてね。私を嫌い。いた、クレアさん。ポチじゃなくてシド、こっちに来ませんでした。さっき見つけたんですが逃げられてしまって。クレアさん、もういいの。ちょっとどうしちゃったんですか、クレアさん。さっきそこで食べ物を買ってきたんですけど、クレアさんも一口どうでしょう。美味しいですよ。シドは私のことが好き嫌い。見て見て、綺麗な貝殻、可愛いですね。あ、クレアさんに似合いそう。好き嫌い好き。わあ、海に足をつけると気持ちがいい。クレアさんも一緒にどうでしょうか。嫌い。もうしっかりしてください。何ですかその海藻を使った花占いみたいなのは。あ、もう私だってこんなことしたくないわよ。でも落ち着かないんだから仕方ないじゃない。もうシドなんて知らない。私がいつも気にかけてるのなんて全然わかってないんだから。約束の一つも守ってくれないし、私のことなんてどうだっていいんだ。私がいなくなってから悲しんだって遅いんだから。元気がないんだかあるんだか。でも頭を冷やすにはちょうどいいんじゃないかしら。それにしてもどうしてポチはクレアさんにあんなことを。
思春期ってやつ。まあ私も姉様といろいろあったし、人のこと言えないか。今の状態のクレアさんを放置するのも危なっかしいし、少し様子を見てようかしら。このたこ焼き美味しい。あんたまだいたの？別にいいじゃないですか。あなた案外おせっかいなのね。面倒見がいいって言ってもらえますか。それで気は晴れたんですか。まあ少しはね。でも心から納得しきれているわけではないわ。一時的に自分を落ち着かせているだけよ。どんな顔してあったらいいんだろう。自分がどうしたいのか、何が悪かったのか、何もかもわからないわ。クレアさん、その気持ち私にもわかる気がする。どうして？私も昔姉様とすれ違いがあったの。私の劣等感がきっかけの一方的なものだったけどね。最初は本当に小さなすれ違いだったの。でも日に日に私の気持ちが大きくなっちゃって、それがどんどん取り返しのつかないことになってしまった。結局最近になるまで歩み寄れずにいたわ。結構時間がかかっちゃった。最初はそんなつもりなかったんだけどね。だからこそクレアさんとポッチにはそうなってほしくはないって思うの。もし今後も仲良くしたいなら、相手の気持ちも考えて一歩引いてみるだけで、今よりもっといい関係が築けるんじゃないかしら。アレクシウ、私はあの子にとって邪魔なのかな。どうしてそう思うの？昔に比べて距離は感じてた、少しだけ。でもそれは単なる照れ隠しだと思ってた。でもあんなにはっきり拒絶されると実感するというか、どこで間違えちゃったのかなって考えちゃうの。別に間違ってなんかないわ。単なる反抗期ってやつよ。そうかな。絶対そうよ。あんなにひねくれてるやつだし。なんか考えるのバカらしくなってきちゃった。あら、その息よ。ありがとう、アレクシア王女。どういたしまして。で、素直に感謝されるとなんだか気持ち悪いわね。どういう意味よ。あなたはそのテンションの方が性に合ってるわよ。言わせておけば。まったく、今日のことは忘れてちょうだい。そんなに高圧的にされると、今日のクレアさんの様子弟さんに話しちゃうかも。うわっ。思春期ムーブちょっと聞きすぎちゃってたな。アレクシアのフォローがあって助かったみたいだけど、あの姉さんがあそこまで落ち込むとは。最近ちょっと逃げすぎたのもあるし、避けすぎると何をしでかすかわからない。この辺りで少しガス抜きをしておくのも手か。気持ちのいい潮風ね。そうですね。何を済ましちゃって。私は来た時からこんな感じでしたよ。そうだっけ。まあいいわ。それにしてもよく一泊させてもらいましたね。ダメ元でフロントにお願いしたら部屋を用意してもらえたわ。スタッフにクレア様って名前を呼ばれた気がしたんだけど、私スタッフに名乗ってたかな。それともこっそり私も招待券に当選してた。お得意様の顔と名前は覚えられているケースはよくありますよ。ぎ、
私、三つ星商会で買い物しすぎかしら。今月はあんまり行ってないつもりだったのに。ほんと、三つ星商会って気前がいいというか、なんというか素敵な商会よね。今回は私たち侵入者なのに。え、侵入者の自覚あったんですか？当たり前じゃない、何言ってるのよ。いえ、別に。仮にも優等生だし、そのあたりは常識人なのね。発言と行動が全然一致しないけど、ポチのことになると見境がなくなるのかしら。すっかり元の調子ですね。別に落ち込んでなんかないわよ。さあ、今日もシドを探すわよ。はいはい。それで現状は？昨日お伝えした通りです。原因と目的は分かりませんが、アレクシア王女とクレア様がこのビーチに迷い込んでいます。厄介な状態ね。アレクシア王女はともかく、クレア様までいるなんて。ええ、そうね。昨日から主様も行方不明で、我々は状況を正しく把握していません。迂闊に動くのは危険です。この後はどうするつもり？まず下手に動くことは避けましょう。あくまでも自然に動くことが最優先です。そしてこの状況における不安要素を排除しましょう。例えばこのビーチに主様だけが招待されているという客観的に不自然な状況とか。なるほど。私たちの存在をアピールすることで不自然な招待客という線は消えるわね。すでに三つ星商会スタッフに連絡を入れており、招待客の存在感を増やすように手配しています。そして私たちはそれまでの時間稼ぎってことね。先に別の招待客の存在をアピールするとしましょうか。よし、そうと決まれば行動に移しましょう。全然見つからないわね。そうね。でもあれだけ言い切った後だし、すぐに見つかるとは思ってないわ。落ち着いてますね。さすがに冷静になるわよ。もしかしたらもう寮に帰ってる可能性だって考慮してる。その可能性もなくはないですね。あの子、変に頑固なところがあって、自分で決めたら意地でもやり通すの。シドがそこまで一人で過ごしたいって言うなら徹底的にやるでしょうね。シド、影野くんのことよく分かってるんですね。当たり前よ、お姉ちゃんなんだから。まあ今回は諦めてもいいわ。え、いいんですか？こうなったのは私の責任だもの。だけどこのまま帰るのももったいないわね。せっかく海に来たのに。そうだ、少し遊んでから帰りましょうか。それはいいわね。ちょっと人泳ぎしましょうか。ああ、アレクシア王女、こんなところにいたんですね。ちょっと夏目先生、待ってください。ん、あれ、他にも人が。こんにちは、アレクシア王女。夏目先生？アレクシア王女も泳ぎに来ていたんですね。ああ、お連れの方もこんにちは。もしかして王族の方でしょうか？あ、いえ、私は。私の知り合いよ。招待は受けてないけど、私の連れということで許可してもらったの。私、小説家の夏目と申します。どうぞお見知りおきを。え、夏目？はじめまして、クレア影野です。よろしくお願いします。アレクシア王女、夏目さんってあの夏目先生？
最近有名らしい夏目先生です。クレアさんもご存知で。そりゃそうよ、有名人じゃない。どうしよう、私場違いじゃないかしら。みんなオフで来てるんですから、そういうのはなしにしましょうね。ありがとうございます。先生ってすごくいい人なのね。こういうのを同族嫌悪っていうのかしら。今何か言ってた。いえ何も。それでお隣の方は。ああ、こちらは私のアシスタントです。アシスタント。私は音楽家のシロン。ここで知られていない情報まで言う必要ないでしょ。そういうのは後々困るのよ。はい、私は夏目先生のアシスタントです。よろしくね。それで私たちに何か用かしら。用だなんてそんな大したことではありませんよ。招待客同士声をかけてみただけのことです。そういえば昨日この辺りを歩き回っていたみたいですが、泳ぐ以外にも別の目的があるんですか。別にちょっと人を探していただけです。ここで一緒に遊ぶ約束をしていた方がいたんですが、当日会えなくなってしまって。遊ぶ約束。あら、夏の海でお約束だなんて随分と。もしかしてアレクシア王女の恋人ですか。違います。私じゃなくて隣のクレアさんが約束してた人です。そもそもポチと私はもう過去の関係だし、まあ、そうやって思われるのは嫌じゃないんだけど。何？ちょっと関係あったみたいな反応、ムカつく。つい私情を挟んでしまいました。なるほど、やはり主様を探していたんですね。主様が避けている様子を見ると、ここは私たちが気を引いて足止めするのが得策ね。おっと、失礼いたしました。そのお方見つかるといいですね。でもこんな綺麗な場所を前にして歩き回るだけではちょっと退屈ではありませんか。そうですね、一旦探すのはやめて海を楽しもうとしていたところでした。それでしたらいい遊びを知っていますよ。よろしければ私たちと一緒に遊びませんか。ビーチフラックスって遊びなんですけど。ビーチフラックス？ちょっとした条件がついた短距離走って感じなんです。ギリギリの戦いが面白いんですよ。へえ、興味ありますね。せっかくなので経験させてもらおうかしら。いいですよね、アレクシア王女。ええ、もちろんです。なんか夏目にうまく誘導されているような気がするけど、まあちょうど暇してたしいいか。よかったです。それじゃあ早速準備しますね。ではまず私とアレクシア王女で練習しましょうか。わかりました。私はいつでも準備いいわよ。どんな形であれこの女と直接対決できる日が来るなんて。二度とやりたくなくなるぐらいボコボコにしてやろうかしら。そしたら嫌になって泣いちゃったりしたらどうしましょう。私そんなつもりなかったのに。あんたなんか顔怖いわよ。じゃあ行きますよ。レディーセットゴー。よいしょ。中腰から反転するのって思ったより大変。
夏目はもう走り出してる。スタートだけでこんなに差がつくの？私がどれだけ練習したと思ってるんですか？素人に負けるわけないのよ。夏目先生、容赦な。あ、ごめんなさい、つい本気でやっちゃって。さあ、悔しがる顔を見せなさい。お、面白いじゃない。え、もう一回やりましょう。もう一回練習したらあんなに早く動けるようになるのかしら。次、私もやる。あら、じゃあ三人でやりましょうか。それでも構わないわよね。ええ、大丈夫よ。そういえば二人とも根本的に負けず嫌いだったわ。まあ、当初の目的通りの足止めには成功しているし、いいか。アシスタントのあなたも一緒にどうかしら。え、私もですか？参加したいけど、スタートの合図が。そんなの、みんなでカウントでもすればいいじゃない。ちょうど2対2だし、チーム戦みたいにやりましょう。なるほど。それじゃあお言葉に甘えて。さあやりましょう。5 4 3 2 1。二人とも本当に早いわね。そうですね、容赦ない。あら、手加減した方が良かったですか？それは絶対嫌。見てなさい、絶対一本取ってやるんだから。もうちょっと続けたらうまく勝てるかもしれませんね。容赦がない気もするけど、目に見えて手加減嫌がってるから困ったものね。何がいけないのかしら。私たちも鍛えてるし、体格差はなさそうなのに。やっぱりスタートダッシュが課題だと思うわ。いつも視界内に2人がいるもの。なるほど、短距離走だし最初全力でやるのが良さそうね。そうと決まれば次で勝つわよ。ええ、二人ともその息です。私も手を抜きませんから頑張ってくださいね。余計に負けづらくなったじゃない。連日で体を酷使しているから、そろそろ足の痛みを自覚してきたわ。それはイプシロンも同じはず。次こそ本気で差をつけて、理由をつけて休憩でも入れようっと。じゃあカウント始めるわね。5 4 3 2 1。意識したらいいスタートを切れた。今までで一番調子いいかも。よし、いいスタート。でもまだトップの2人に差をつけるまでは至らない。あと一押し、なんとか。いいスタートじゃない。その成長の喜び、私もわかるわよ。でも私たちは主様からのレクチャーを受けてるの。残念だけど、あなたたちとは根本的に違うわ。さて、このまま勝って。
足がずって、お、ちょっと危ないじゃない、チャンス、一番早かったんじゃない？練習の時は私がリードしてたのに。スタートの意識を教えてもらったおかげよ。アレクシアって呼び捨てにしちゃった。ま、今回は許してあげますよ。今は対等ですから。もう偉そうに。仕方ないわね、私も許してあげる。もう何やってるのよ。これだったら最初から手加減した方がマシだったじゃない。しょうがないじゃないですか。いつもの仕事よりもハードだったんですし。言い訳しても負けは負けよ。あれだけ偉そうにしてたんだから何言われても知らないわよ。うん、いやバランス崩したみたいだったけど大丈夫ですか？ご心配ありがとうございます。大丈夫です。あら、勝負に負けて落ち込んでるんですか？煮るなり焼くなり好きにしてください。別にそんな約束してないんだけど、あなたが手を抜かずにやってくれたから最後まで熱く走ることができたわ。ありがとう、二人とも。後でコツとか教えてください。なんかどんどん楽しくなってきちゃって。意外と何も言われないわね。どうせ腹の内でなんか考えてたんでしょうけど、今回はポジティブな二人に感謝ね。あ、そうですね。今回は負けを認めます。結局弟さんは見つからなかったわね。うん、でもいいの、十分楽しかったから。まあ一生会えないわけじゃないし、また会った時に腹を割って話すとするわ。うん、応援してるわ。じゃあ私たちも部屋に。おい姉さん、この声はシド。姉さん、やっと見つけた。シド、あんたどこに行って。シド、あのね、私ごめん。姉さん、言い過ぎてごめん。ちょっと強く言い過ぎたなって思ってさ、あれから頭を冷やして謝るタイミングを伺ってたんだ。今度から姉さんとの約束はなるべく忘れないようにするし、言い方にも気をつけるようにするから、今日のところは許してほしいんだ。改めて姉さんごめんなさい。シド、あんたまさかポチからそんな言葉が。ふ、完璧だ。今回のことはちょっとだけ本気で悪いと思ってるけど、この美味しい機会は利用しない手はない。弱っている姉さんにつけ込んでの本気の謝罪、謝罪によってこれまでの約束破りをまとめて清算できる効果があるはずだ。そしてこの帰り際のタイミング、これは余計なアフターサービスもなく帰ることができる絶妙な調整。演出するセリフはあくまで普通、余計なことは言わずにただただ謝る優しい弟。
あまりにも完璧なムーブ。これこそが僕が思い描いたモブ弟 A の姿だ。あとは姉さんに許してもらって、今までのことを清算してもらえば。許さない。え？いや、許す！許すんだけど、私、まだシドと海で遊んでない。何かがおかしい。このまま帰るなんて絶対嫌よ。今日はホテルに頼み込みでも野宿でも何でもして、絶対海で一緒に遊ぶんだから。なんで？どうせなら私も一緒にいいかしら。もちろんいいわよ。私が満足した後にちゃんと貸してあげるわ。なんで？なんで仲良しハッピー帰宅ルートに入んねえんだよ！明日も楽しい一日になりそうね、アレクシア王女。そうね、クレアさん。